はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個に、特のピーチスカッシュっていうジュースをですね混ぜて飲んでみました。まあピーチジュース、桃ジュースでございまして、この蓋を開けたらですね、まず桃の独特の甘い良い香りがしてきまして、まあ桃を食べたことはもちろん人生では食べたことあるんですが、ここ何年も桃なんていう高級なフルーツは食べておりませんで、懐かしい匂いがいたしました。味も完璧にですね桃ジュースでございまして、甘くて、まあ炭酸スカッシュって書いてありますし、炭酸なんですね。なので程よい炭酸と、炭酸が強すぎるとちょっと飲みにくいんですが、優しい炭酸と甘い桃ジュースと生卵10個で最高のフュージョン、三位一体のプロテインドリンクになっているかなという感じです。ごくごく飲むことができますので、やっぱり甘いジュースをですね生卵に混ぜるのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ甘いジュース以外のジュースってどういうジュースがあるかというと、例えば炭酸水とか、甘みが全くない炭酸ジュースじゃなくて、甘みが全くないただの炭酸水とかだと、生卵10個と一緒に混ぜて飲むのはですね実は結構辛かったりするんですよね。あと辛い飲み物とか、まあしょっぱい飲み物は混ぜたことがないのであまりわかりませんが、昔、まあ多分ちょっともう最初の頃の方の動画ってちょっと消してしまったので多分残ってないと思うんですが、100円ローソンで卵かけ醤油ってあるじゃないですか、卵かけご飯にかける醤油、あれを100円ローソンで買ってきて生卵に混ぜて飲んだ時はですね、あれは辛かったですね。まあ白いご飯がいかに痛いかってことですよ。卵かけご飯は美味しいんですけど、あれからご飯を抜くとですねものすごい多分食べにくいんでしょうね。まあ白いご飯があってこそっていうことなんですかね。あれは大変だった記憶があります。まあ、ちゃんと飲み切ったんですけどね。まあ、いろんなものを生卵10個に混ぜて飲んでますけど、飲めなかったものとか、こう、吐きそうになったとか、吐いたこととかっていうのは、基本的にはないですね。うわ、これはちょっと相性良くないなっていうのは、まあ、3回か4回ぐらいはありましたけれども、基本的には全部しっかり飲めております。タンパク質ですからね、しっかり摂取して、健康的になっていこうと思います。はい。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。